今日のコメント、音声聞きながら V2 統一のランク前ってたらマスター行きました。動画流しながらマスター行けたってことかな。マスター行けたのすごすぎない？どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？ニコロシリーズも面白いですよね。そこで今回はアニポケの新タイトルが判明した件について話していきたいと思います。手は関係ないけど、最近ユキちゃんがめちゃくちゃ起こしてきます。体乗ってきて泣くんだよね。お腹空いてんのかな。いや、ご飯入ってるのに起こしてくるんだよね。構ってほしいだけだよ。というわけで、最後まで聞いててください。アニポケの新タイトルが判明。いよいよあの人とバトル。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、2人はライジングゴルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ているんですが、新章ではリコ、ロイ、トットがテラストラを学ぶためにオレンジアカデミーに行き、テラストラ研修を行っている最中です。そんな新シリーズの新しいタイトルが判明したので、今回はそれについてご紹介していきたいと思います。まずすでに分かっているのが来週のタイトルです。6月14日放送、永遠の恵み。この回に関してはまだ簡単なあらすじしか判明していませんが、今日の回で予告映像が流れると思うので、それを楽しみに待ちましょう。軽くあらすじを見たところ、ようやくフリードがテラバクスの謎について調べに行くようなので、また新たなテラバクスやラクアの謎が明らかになるといいですよね。もうそろそろラクアの場所とかも分かりそうじゃないですか。で、新たに判明したのが6月21日放送のタイトルです。対決パルレア四天王ということで、2週間ぐらい前にこの落ち着いたタイミングで四天王と戦うんじゃないかという動画を出したんですが、やはりこの激アツ対決が来るようですね。考察あった、嬉しい。一体誰と対決するのでしょうか。最近ドオがピックアップされている公式グッズが多いので、チリちゃんが誰かとバトルする可能性は高そうです。それにリコがちょうど入った時に、オレンジアカデミーでチリちゃんはリコ、ロイ、ドットと挨拶していますからね。基礎テストが終わったということで、このタイミングでバトルすると思います。それかポピーちゃんの可能性もありますよね。ドットのクワスと対決して、それを見たカネちゃんがデカネちゃんに憧れを抱くというパターンもありそうです。もしくは青木さんはジムリーダーをやっていいので、別のところで戦うとして、他の3人がそれぞれ戦うというパターン。リコがチリちゃん、ドットがポピーちゃんとか、ロイはハッサクさんとバトルって感じで、短いバトルが繰り広げられるのも面白そうです。この回も楽しみですね。皆さんは今後の回で気になることはありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでアニポケの新しいタイトルが判明した件についてでした。ちょっとの文字したらチャンネル登録です。コメントさんよろしくお願いします。ではまつる上、せーの、グッディー。